どうも。 関心情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが2月2日の木曜日なんですけれども、今回の動画は今シーズンの最新ローテ事情について、タイガースの強みや何と言っても投資力、その中でたくさんの先発候補がいますが、岡田監督は早々と今シーズンの開幕投手を断言、そして今シーズン中6日を解禁する再起投資に大絶賛コメントを出しているということで、今日は2人の新スケート投手もブルペンに入りました。その中でローテの最新事情について、 深掘りしていきますよかったらぜひとも皆さんのご意見というのもお聞かせくださいでは早速お話をしていきますが今回ご紹介していくのはローテ最新事情について、まあ、ついに昨日から春のキャンプが始まりましたけれどもその初日からピッチャー陣のアピールというのがすごかったというのも昨日の初日では外国人投手3人そして青柳投手岩崎投手を除く20人中15人が初日からブルペン入り、まあ、岡田監督もまさか西勇輝投手がブルペンに入るとはと驚きのコメントを出していましたけれどもそれぞれのピッチャーがアピール で、タイガースといえば2月の11日、12日に大紅白戦が行われますけれども、そこに向けてすでに実績のあるピッチャーたちが登板意欲を示しています。まあ、西純也投手に関しては、初日のブルペンで最多となる77球を投げていましたが、今年のオフはツインズ前田健太投手に弟子入りして、様々なことを学んできました。で、そのことについて西純也投手は、結構いい感じで出来上がってるんで、紅白戦で投げてみたい。前田さんから教わった変化球を一番試してみたいと、このように語っています。そしてルーキーイヤーから2年連続でローテを守ってきた伊藤正司投手も、紅白戦で にに合わせながらと、まあ、このように語ってるんで西純也投手であったり伊藤将司投手昨シーズンしっかり数字を残したピッチャーたちが早くも後半戦に向けて仕上げていますでそのことについて安藤ピッチングコーチはそういう主力球が投げるっていうのはピッチャー全体にとっていい刺激になるんじゃないかなとこのように語ってるんで早くも開幕ローテーリーに向けたアピール合戦の火蓋が切られそうですでそういった中で昨日岡田監督はキャンプ初日を終えて開幕投手について語ったんですがここは我々タイガースファンとしても想像通りやはり青柳投手に任せる流れというのを語りました でそのことについて岡田監督は、青柳に関しては WBC との兼ね合いがあったんで、はっきりとは言えなかったけど、当然青柳が2年連続で最多勝を取ってるんで、この2年間で一番実績のあるピッチャーが開幕を務めればいい、一応 WBC のサポートメンバー枠にも入ってる、最終的に選ばれなかったら候補の一人には間違いないですと、このように語りました。まあ、この岡田監督のコメントにもあるとおり、青柳投手は WBC の予備役に入ってますから、まあ、ですのでその流れ次第ではありますけれども、そのまま順調にいけばね、青柳投手がついに開幕投手を務めるという流れになりそうです。で その青投手は昨日、全体練習ではブルペンに入らなかったんですが個別練習からブルペン入り。 ブルペンキャッチャーに対して立ち投げ30球そして座らせた状態でストレート7球ということで徐々に仕上げてきた。で今日2日目僕もキャンプ映像を見ていましたけれども青木投手がブルペンに入っていてそして今日キャンプ中継の解説をされていた福留浩介さんがブルペンでの青木投手の姿を見て本当に安定しているとこのように語っていました。青柳投手といえば昨シーズン残念ながらコロナ離脱で開幕投手を果たすことができませんでした。まあ、ですので今年こそはっていうねまあ、WBC 本戦に選ばれなかったこの悔しさというのはあるとは思うんですけれどもその悔しさというのを今 シーズンにぶつけるという意味でもしっかり調整してもらって今年こそ万全な状態で開幕のマウンドを迎えてほしいなというのがタイガースファンの願いです。 ということでこのようにタイガース投手陣は初日からね、アピール合戦というのがあって、そして早くも岡田監督は開幕投手を明言。これからどんどんローテ構想も固まっていくのかなというところなんですが、岡田監督がキャンプ初日を終えて一番絶賛したのが今シーズン7年目を迎える再起投手なんですね。再起投手といえば昨シーズン、トミー・ジョン・シューツから復活して、自身3年ぶりの白星を挙げて、そして最終的には4勝を挙げました。まあ、昨シーズンは9試合、そのうち先発が8試合で、防御率は1.53、4勝1敗、47イニングを投げて奪った 三振43個奪三振率が8.23左率が2割3分1厘ということでやはりトミー・ジョン手術明けのシーズンということで基本的には中10日以上明けて再起投手はマウンドに上がっていたんですがそれぞれの試合でしっかり仕事を果たしてくれましたよね で、そんな佐伯投手はオフの段階で、今年の目標として語っていたのが、最多奪三振のタイトル。で、そのことについて佐伯投手は、三振というのはこだわっていきたいことの一つ、最多奪三振のタイトルを取れるように頑張りたい。去年、決め球として使っていたフォークボールは回転を修正したい。三振を取ればファンの方も盛り上がると思うんでと、このように語りました。ちなみに佐伯投手の昨シーズンの奪三振率8.23というのは、チームで5試合以上先発したピッチャーの中、藤波投手に続いて2番目の数字でした。そして昨シーズン、セ・リーグで最多奪三振のタイトルを取ったのが戸郷投手なんです。 その戸郷投手の脱三振率というのは8.07だったんですね、まあ、ですので再起投手は登板数自体は少なかったですが三振量産型の先発ピッチャーになりうる片りというのは見せてくれたと今シーズンからついに中6日でのフル回転が可能その中でキャンプに入っていたわけなんですがいきなり岡田監督からめちゃめちゃ高い評価を受けたんですというのも岡田監督はキャンプ初日から、まあ、キャッチャー側でねそれぞれのピッチャーの姿というのを見ていたんですがその中で絶賛コメントを出したのが再起投手でそのことについて岡田監督は「才木は良かったな投げられるということがすごい はっきり言うてまあ俺らピッチャーの手術というのはなかなかわからんから俺はそういう経験がないけど角度があるように見えるな上から見とっても角度があるやろ下から見とったらもっと角度あるわとこのように語りましたまず岡田監督が語ったのが埼木投手が持ってる角度、まあ、埼木投手の身長1 8 9センチあるんですけれどもその身長に加えてかなり上から叩きつけるようなフォームですよねでこれがバッターからすればめちゃめちゃ角度を感じるポイントで僕自身も身長高いピッチャーとねこれまで対戦してきましたけれどもで本当に身長が高いそして角度がついてるピッチャーの何が嫌か とというとストレートの球威を感じやすいというのはもちろんそこから縦に落ちるボールを投げられたら本当に見分けがつきづらいんですよで大体いいそういう身長が高いピッチャーというのは手足が長いんでかなり前に踏み込んできてさらにね手前でリリースされるような感じなんでさらに球威を感じやすいとで特に再起投手の場合は先ほどもご紹介した通りウイニングショットとしてフォークボールを持っています、まあ、昨シーズンストレートの割合が約61%でついでフォークが約23% このように全体球種の8割以上、この2球種で占めているんですが、それに加えてポンとね、浮き上がるカーブを持っていたり、スライダーも持っている。 ですので持ってる変化球の数自体はそこまで多いわけではないんですが、岡田監督の言葉通り全体的に角度がついてるからこそね、まあ、ストレートの球威を感じやすいですし、特にフォークボールの脅威というのが増していくのかなと。そして岡田監督は再起投手の今シーズンの起用法について中6日なのか、それとも中10日以上開けないといけないのかについて問われると、まあそれはこれからよ。初日も70球ぐらい投げ取ったやんか。投げれるということはやっぱり自分の感覚というかそういうのがいいんやろな。まあローテにふさわしいどころの話じゃないわ。ボール見たら去年も後半ある程度エピッチングしとったみたい。 まあ、ほんまにな感覚とか玉数制限とかなしに普通にローテに入ってくれたらそれは大すかりやわとこのように語りましたいややっぱり才木投手の評価めちゃくちゃ高いですよ何と言ってもローテにふさわしいどころの話ではないというねボールを見たら大体わかるやんかとこのように語ってるんでよほどこれからのキャンプで状態を落として岡田監督の評価が変わらない限りはローテ入りというのはかなり近づいたんじゃないかなという感じしますよねで先ほどもご紹介した通り今日のキャンプ中継は福留さんが解説をされていたんですがその福留さんが能見さんと話をする機会があったそうでまあ 昨日ね、その能見さんは才木投手のピッチングを見たりしていたんですが、福留さんに対して、最近めちゃくちゃいいよと、このように語っていたみたいです。ですので、指揮官の目から見てもそうですし、レジェンドピッチャーが見てもね、この才木の状態めちゃくちゃいいよと、このように語ってるわけですから、より我々タイガースファンの期待では上がっていきます。まあ、岡田監督といえば第一次政権のタイミング、2007年の秋季キャンプで、それまでプロで未勝利だった岩田稔さんのブルペンピッチングを見て、10勝できるというふうに断言。そして、その翌年に見事2桁勝利を達成ということで、まあ、こういった眼力にも定評があります。 まあ、佐伯投手の場合はプロに入ってすぐね、数字を出してくれましたし、そこから苦しい時期というのもありましたが、また昨シーズン大きくなった姿というのを見せてくれました。ですので、すでに実績は持ってるピッチャーですが、7、8割の力で最速150キロを2回もマークしてる、まあ、佐伯投手自身としてもね、納得のデータが出てるということで、今シーズンさらなる飛躍はあるのか、注目して見ていきたいところです。ということで、最後になりますが、まだキャンプが始まって2日しか経っていませんけれども、岡田監督の頭の中で、このピッチャーはいけそうだと、まあ、そういう判断をね、どんどん下していくタイミングにも入っ 入ってるんじゃないでしょうかこれから何事もなければ青柳投手に開幕を任せるこの流れというのもそうですし若手なら西純也投手佐伯投手の評価がめちゃくちゃ高いそして本日のキャンプ2日目僕もブルペン映像を見ていましたけれどもついに新ケッ人ピッチャーブライアン・ケラー投手とビーズリー投手がブルペンに入りましたでその中でもブライアン・ケラー投手に関しては先発候補ですからこの激しい争いに入っていかなければいけない中で昨日の時点でブルペンで日本人のピッチャーがどういう風にやってるのか見たけど球数が全然違った自分は先発ピッチャーだけど30球から35 5球程度だっったたたたくくくさんん投げる選手がいですごくびっくりしましまとこのように語っていましたまあ冒頭でもご紹介した通り初日からほとんどのピッチャーがブルペンに入ってその中でも一番多く投げた西純也投手は77球ですのでケラー投手からすればカルチャーショックと言いますか驚きもあったと思いますけれどもそのケラー投手も本日ブルペンに入りましたで今日のケラー投手の投球映像を見ましたけれども本当に23球投げるたびに後ろの映像というのを確認しながら本当に1球1球確かめるように投げ込んでいましたで一方のビーズリー投手はガンガン投げ込んでいくまあダイナミックなね 姿というのがあって、まあ、この2人も本当に対照的だなというところだったんですがこのケラー投手も含めてまだまだ先発ローテ争い激しくなっていくでしょうこれからどんどん他の先発候補のピッチャーも動画化できればなという風に思っていますがその中でも埼玉投手の評価めちゃくちゃ高い、まあ、今シーズン2桁勝利そしてね埼玉投手が語ってる最多脱三振のタイトル、まあ、十分狙える力を持ってるんじゃないかなということで素晴らしい先発候補がたくさんいる中でどんな選手を選んでいくのかこの点も注目しながら見ていきたいなと思いますはいということで今回の動画では岡田監督が新たに した最新のローテ構想、そしてその中でも再起投手に対して大絶賛コメントを出しているという件についてご紹介されていただきました。ま、再起投手は昨シーズン基本的には中10回以上ね。開けての登板というところでしたが、今シーズンはついに中6日解禁。まあ、岡田監督もローテに入ってくれたら助かると。とまあ、ここまで語ってるわけですから、何事もなければ今年もローテに入ってくれるでしょう。その中で、今後一体どういうアピールがあるのか、注目しながら見ていきましょう。皆さんは岡田監督が語った最新の再起投手評価についてどう考えますでしょうか？よかったら皆さんのご意見というのも。 いただけると嬉しいですということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者3万9000人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者4万人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホーありがとうございまましたまだキャンプは 始まったばかりですが本当にローテ争い激しいですその中で一体どの選手が勝ち抜いていくのか注目しながら見ていきましょうではまた